そうかもね。だから隣来ないの。はい。だから最近何してんの？ママ、take me with you。こちらの企画はですね、バランがアーティストさんやクリエイターさんたちと一緒にいろんなトピックスを話し合ってですね、いいマインドを共有していこうという感じでやっていきたいと思います。朝は絶対にやること、絶対歯磨き。この中で一番うるさいのはもう絶対バランでしょ。え、この中で一番しっかり者。難しい。でも意外とサニーかもしれない。大丈夫。あなたに前世があるとしたら何でしょう。まあ、多分きっと人間なんですけど、多分何か作ってる人だと思う。ものづくりだ。うん、そう。でも大体何か、そう、いや、多分そんな感じに。今日聴いてきた音楽は何ですか。ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、U-NEXT にある The Idol、 ROSE とジェニーが出てる曲のテーマ曲、ウィーケンドと、あ、そう、リリー・ローズと、あとジェニーちゃんが歌ったやつの曲なんだけど、それがリリー・ローズが歌ったやつ。忘れた。ここにね、この辺にお願いします。影響を受けた作品。影響を受けた作品は、ブランドなんですけど、マーク・ジェイコブスのヘルン。あ、そうだね。あれはマジでブランドあんま買わないんですけど、あれはめっちゃ買ってます。メジャーデザインめっちゃ。ランちゃんで言えばヘルンみたいな。メジャー。確かにある。制作の時にこだわってることは、自分の個性をちゃんと入れることです。大事です。次作りたいバラの曲は何ですか。は、結構みんな、なんだろう、ハウスとポップスとちょっと EDM っぽい感じ、ハウス、EDM ハウスっぽい感じだけど、なんかちょっと R&B とか、なんかそういうのもちょっといいね。ランプもちょっと入れて、ちょっとかっこいい系ちょっとチャレンジしてみたいです。ランちゃんがこういうことを始めたきっかけは何ですか。は、タイタニックの映画を見て映像を始めようと思いました。どのシーンが好きだった。うわー、もう全部やな。全部やな。うん、全部やわ。コラボしたいクリエイターはいますか。またこれもクリエイターじゃないんですけど、さっき言ったブランドの、マーク・ジェイコブス・ヘブンさんのいつかコラボして、自分のデザインした服を出してみたい。好きなクリエイター。おー、好きなクリエイターね。ちょっと多すぎてあれなんで、長くなりそうなんで、気になる人は DM してください。おー、DM 作戦。DM してください。お待ちしております。じゃあモチベーションの上げ方は何ですか。まあ、もう寝ることですね。もう頭働かなかったり何もできなかったら、もう寝るが一番ですよ。結構ずっと作業してるからね。そう、睡眠大事だ。睡眠大事だ。休みね。いつも何を使って編集してるの。は、Adobe とダヴィンチリゾルブです。インスピレーションはどこから生まれますか。は、意外と街歩いてる時とか、うん、これいいと思ったらすぐ写真撮って残します。次で最後の質問になります。おお、バラでやってみたいこと。バラでやってみたいことは海外行ってみたい。行きたい、行きたい。特にイギリスとニューヨーク。ああ、ね、いいですね。おすすめです、イギリスは。わ。チャリを学校に置いてきちゃって、いつもチャリで行ってるんですけど、あ
降ってたから置いてって、だから歩きで行かなきゃいけなくて、なるほどね、うわっって思いながら聞いてきたのが、テレラプターのハピネス。影響を受けた作品は何ですか？影響を受けたっていうよりかは、なんか結構印象に残ってる、自分がめっちゃ変わったなって思ったことは、うん、ウルフ・ア・ギャングのライブが、うん、私の中での結構、うん、聞く音楽も変わったし、うん、ライブのスタイルとかも、うわ、かっこいいと思って、うん、めちゃめちゃ影響を受けた作品っていうか、うん、出来事です、うん、はい。制作の時にこだわってるのは何ですか？集中する。集中力ないの大事よ。曲を書き始めたきっかけは何だったんですか？はい、これは私が2020年に大学の入学と一緒に上京してきて、でマジでコロナ禍で学校入学式もなくて、で始まったと思ったらなんか全然授業とかもずっとオンラインで、ね、なんかただただなんか暗い日々っていうか、まあ、楽しかったけどずっとちょっと何もできてない自分みたいな日々を送ってて、その時にちょうど KM さんから18のトラックが送られてきて、で、前にずっとプロデュースしてもらってたユッパさんがすごいタイミングでちょっと忙しくなってきちゃって、で、あ、じゃあマノンちょっとやってみるって言われて、で、あ、ブスって言ってやってみたら、それでその時に思ったこと全部なんかも書いたの、2020年に。今18歳で、18歳って大人でもないし、子供でもないし、どうしたらいいんだろう、もう出てなかったみたいなことを書いたら、あ、結構いい感じと思って、でしかもなんか個人的にメロディーとか考えるのもすっごい楽しくって、ずっとそのもう2020年初期からすごいタイプビートとかで歌ったりしてハマってたから、ちょうどよかったのタイミングが全部で、そっからはなんか、あ、楽しいって思って、それがきっかけ。すごい、初めて楽しめるの才能。結構楽しかった。次作りたい曲は何ですか？マノンだとめっちゃ暗い曲作りたい、かな。ちょっと曲調もってこと。そう、なるほどね、ダークな曲が、BPM100 とか。マジマジ。あ、でもそれもあり。BPM 遅くするんだったら、めっちゃエモーショナルな曲作りたい。あとはダークな曲、怖い曲が作りたい。で、バラだと、まあ、なんか昨日ずっとなんかサニーと話してたんだけど、2016年とか13年代のなんか洋楽、なんかマジ楽しいよねみたいな。なんかムーとか、そっち系の、なんかそういう、ちゃんと、ね、懐かしさ、うちら世代の懐かしさを感じさせる曲がやりたい、やりたいね。なんかバラでやったら良さそうだなって思う。コラボしたいクリエイターは誰ですか？アーティストだと、ゴリン、あとはプロデューサーだとウムル。好きなクリエイターは誰ですか？好きなクリエイター？ Me? 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 次、モチベの上げ方を教えてください。モチベ？ライブに行くとか、人とめっちゃ喋る、で、よし、単純です。いつも何を使って編集をしていますか？家で撮るとか、デモとか、でもデモって言ってもトロニーとかギャルちゃんモードは家で撮ったやつなの。あ、そのまま使ってんだ。そう、家で普通のお姉さんマイクとロジックで撮ったのをリリースしました。そうなんだ。16でも全然撮れちゃう。動画とかは、まあ、TikTok とか短い動画編集好きなんですけど、それはキャップカットが一番使いやすい。インスピレーション、インスピレーションはどこからもらってますか？いろんな人々か。人々。バラもそうだし、あとバラももちろんそうだし、あとよく仲良くしてるキュンデスのみんなとか、あとヤギのお兄さん、お姉さんたちも結構インスピレーション。たくさんいるね。東京に来てからすごい、本当にいろんなタイプの人がいすぎて、めっちゃインスピレーション。
けまくり受けまくりなんとラストクエスチョン。バラでやってみたいことは何ですか？バーベキュー。シンプルにね、みんなでテーバーベキュー。Take me with you.